クロード・モネ、印象、日の出、マルモッタン・モネ美術館は、パリ16区にある美術館である。フランス印象派の画家クロード・モネの作品のコレクションで、知られる。パリ市内西部ブローニュの森にほど近く、世界最大級のモネのコレクションを収蔵する。特に、印象派という流派名の由来となった、モネの代表作、印象、日の出を所蔵することで名高い。 美術館の基礎を作ったのは美術史や収集家のポール・マルモッタンであった。美術館の建物は1840年、バルミー公爵が狩猟用に建てたものをポールの父でジロンド県の役人であったジュール・マルモッタンが1882年に購入し、邸宅に改造したものである。ポール・マルモッタンの死後、彼の美術コレクションはアカデミー・でボザールに寄贈され、 1934年から美術館として公開された。なお、ポール・マルモッタンの収集品は、印象派絵画ではなく、新古典主義の絵画と、アンピール様式の調度品であった。1957年、モネの医者であったジョルジュド・ベリオの収集品が、ベリオの娘のど、モンシー夫人から寄贈された。印象、日の出はこのコレクションに含まれていた。 さらに1966年、モネの次男ミシェルモネより、父親、モネの作品多数が寄贈された。美術館名に、モネが追加されたのは、ミシェルモネによる遺贈の後である。印象、日の出がこの美術館に所蔵されていたことが遺贈の動機であるとする説がある。マルモッタン美術館はこの他にも多くの個人コレクションからの寄贈を受け、印象破壊画の殿堂となっている。 2004年に東京や京都でパリマルモッタン美術館展が開催され、およそ28万人が来場した。ありがとうございます。